こんにちは。イギータさん、ひろきさん、りんごさん、しんのすけさん、くまねパパさん、ソリオさん、のりさん、イギータさん、ハッピーサッピーさん、ともきちさん、ヒョロさん、キッチンさん、はやりんごさん、ひろのりさん、バナナさん、つよつよさん、ありがとうございます。こんばんは。さとけんさん、ルインジさん、こんにちは、こんばんは。あ、ブラックさん、早すぎる、早すぎるのに来てくれてありがとうございます。ちょっと早い配信です。あ、ゆういちさん、こんにちは。ホームルームありがとうございました。本当この時間は珍しい。ザッキーさん、こんばんは。キングさんもこんにちは。かわいい、今日もかわいい、ありがとうございます。ミツさん、こんばんは。ユニアンおる？マジ？ユニアン、ほんとだ、46位、福田ゆいな、ゆいにゃーん大好き大好き。はるひさん、こんにちは。みんな早いのに来てくれてありがとうございます。あ、きのこのかパパさん、こんにちは。ホームルームもありがとうございます。夜ご飯は配信後かな。配信後ですね。でも、はい、ヒョロさん、まさかこんなに早いとは。ほんと早い。あ、ルイチさん、岡山の声を当たってありがとうございます。嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。楽しみにしてます、ありがとうございます。 E さん、研究生ツアー入金しました。パチ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 ありがとうございます。嬉しいです、皆さんありがとうございます。ゆうさん、こんばんは。カラカラさん、ほぼお初ですね。お初なんですか？ありがとうございます。ダモンさん、こんにちは。この時間のショールームレアです。初見さんもたくさんありがとうございます。配信来てくれてありがとうございます。フラペチーノさん、たい焼きちゃんと跳ねるたい焼きちゃん、ありがとうございます。ハートもフラペチーノさん、キュンキュン、ありがとうございます。セラさん、たい焼きちゃん、ありがとうございます。くまねパパさん、跳ねるたい焼きちゃん、ありがとうございます。ジョウエモンさん、バラ、ありがとうございます。跳ねるたい焼きちゃん、いっぱい、ありがとうございます。くまねパパさん、鈴鹿さん、ハート、キュンキュン、ありがとうございます。モン吉さん、跳ねるたい焼きちゃん、ありがとうございます。
ちょっとこっちで、こっちでコメントを読もう。ジェイチさん、たくさんハート、キュンキュン、ありがとうございます。ユウさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。黒い時間の配信、本当に久しぶりな気がする。本当に久しぶりですいつももう20何時とかから始めてるんで、なんなら結構初めてかもしれない。そんなことないか、2回目くらい。髪の毛直しちゃう。ツアー岡山夜当たったよ。スーさん、ありがとうございます。嬉しい。皆さん岡山お待ちしております。ありがとうございます。マスクさん、メガネさん、こんばんは。5521さん、こんばんは。あ、ブラックさん、岡山公演当選されたこと、おめでとうございます。ありがとうございます。残りの日程も発表されましたっけ。みんな私が次どこ出るか知ってますか。そう、あ、みつさん、そう、公演後はお見送り会でちょっとお話もできます。楽しみにしてます。皆さん、料理配信してもいいんだよ。確かに。え、料理配信してる人っていますか。キッチンでやるってことですよね。ゆういちさん、岡山のツアー見に行くよ。ありがとうございます。そうなん、え、そうなんですね。皆さんありがとうございます。嬉しい。え、みんな他に推しメンがいるんですかよかったら私を応援しに来てくださいね。仕事お疲れ様ってウインクしてほしい。はい、スイくんさん、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。木綿豆腐さん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。おはようございます。さんも、たいゆきちゃん、ありがとうございます。こういうさくたんさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。ゆみこさん、オンライン話し会申し込みしてきました。本当ですか。嬉しい。7月のですよね。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。大阪直接お話し会楽しみです。大阪、楽しみ。ありがとうございます。きこりさん、楽しみにしてます。ありがとうございます。松さん、気になってるので見に来た。嬉しい。
ございます。ぜひ気になってください。すぐるさん初見です。初見です、こんばんは。初見マークがついてないけど。モリオさん、モリオさん、 STU 牛さん、こんばんは。乃木坂ライバル見た？制服とかの雰囲気ちょっと STU 感あったよ。ちょっと見ました。話題になってるネットニュースを。確かに青い制服でなんか爽やか青春って感じでしたね。気になります。岡山昼外れたから一般選考でまた申し込んだ。外れるなんてあるんですか？なんかあんまり言わない方がいいかな。なんか外れないと思いました。なんか聞いた感じだと。そうなんですね。でもじゃあそれはたくさんの人が申し込んでくださったってこっていう解釈でいいんですかね。そう、赤さんこんばんは。もっちさん遊びに来てよ、ありがとうございます。お昼公演、和歌山公演のお昼当たりました。つーちゃん会えるの楽しみ嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてます。そわかさん、岡山昼公演投資してよ、楽しみ。楽しみ。嬉しい、みんなありがとうございます。こんなに岡山当選したよ報告があると思わず嬉しいです。ありがとうございます。楽しみにしてます。頑張ります練習頑張ります。料理配信、あ、キッチンで、そうですよね。なるほど。ちょっとじゃあ考えます。ありがとうございます。みんな教えてくれてありがとうございます。うちわの名前何がいい？うちわの名前はゆいたんかゆいかって感じか、あとお嬢って。作ってくださってる方もいます。何でも見つけますでもなんかもしかしたらなんかどうなんだろうな、なんかゆいなちゃんがいるのでひらがなゆいかとかと分かりにくいかもしれないですくらい。全然何でも嬉しいです。ありがとうございます。なんかね、ゆいなちゃんとゆうなちゃんとゆいかちゃんなんで結構歌の先生とかにも間違われがちなんですよひらがなと結構なんか似てる感じになっちゃいますかね。ゆいたのチャー作ってよ。きこりさんありがとうございます。いつ見れるんですか？大阪とか来ますか？よかったら、うちはもう作った方は大阪とかでもお会いできるならぜひ持ってきてください。リオピはリンゴの皮僕配信してた。すごいショールームで。なるほどね、キッチンで。なるほど、ちょっと面白いですね。
いろんな使い方ができますね。京太郎さん、たいやきちゃん、ありがとうございます。つよつよさん、跳ねるたいやきちゃん、ありがとうございます。やっぱりギフトが効いていっちゃう。きこりさん、跳ねるたいやきちゃん、ありがとうございます。つよつよさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。きこりさん、らくがん、ありがとうございます。はなめっちさん、甘い猫ちゃんの、ありがとうございます。つよつよさん、かわいいのギフト、ありがとうございます。もんたんさん、跳ねるたいやきちゃん、ありがとうございます。 BLF さん、たいやきちゃん、ありがとうございます。くものさん、たいやきちゃん、ありがとうございます。炭酸せんべいさん、かわいい、ありがとうございます。モンタンさん、楽眼、ありがとうございます。あ、前やってた火使わないおつまみみたいなの晩ご飯の参考になってよ。お、嬉しい。じゃあそういうのもありですね。ちょっと料理配信いろいろ考えますケンジさん、はじめまして、こんばんは。嬉しい、初見さんたくさんありがとうございます。気軽にコメントしてください。当選したから、あとは最前列で応援したいな。嬉しい。いつ席分かるんですか？席って決まってます？18時から再販公演の？そうなんですね。あ、石ころ人間さん、岡山はゆいたんを見るためだけに行くのだ。ありがとうございます怪しいでも全然で私は大丈夫ですけど是非皆さんも岡山はゆいたんを応援しに来てください。きお兄さん、お疲れ様。お疲れ様。ゆうちゃんずさん、こんばんは。テロップ、テロップ何にしたらいい？待って、めっちゃコメント下の方読んでたかも。まあギリ大丈夫かな。りゅうちゃんさん、14日のグループ話し会ありがとう。りこさん、そらはさん、レーンにて、ありがとうございます。最高のレーンでしたよ。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます嬉しいです。それで今日見に来てくださったんですか？ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。すごい、初見マークがついてて嬉しい。また会おう。ありがとうございます。また会いたいです。やっぱりね、どこの例になるかも運だったので、出会えたことも運ですね。つよつよさん、レインボースター、ありがとうございます。ちくわドーナツさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。なおきさんも、たいやきちゃん、ありがとうございます。テロップなんて入れたらいいんですか？
誰か教えて。ゆみこさん、乃木坂日向坂のミーグリ同様にホワイトボードでコメントを書きます。で、ありがとうございます。お話し会ホワイトボード使うと見やすいですね。ありがとうございます。楽しみにしてます。ヘンダンソーさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。返信見れました、ありがとうございます。ブラックさん、ラブレター、ドキドキ、ありがとうございます。グリオティーヌさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。よっちゃんさん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。自己紹介がてら、なるほど、自己紹介がてら、自己紹介がてらこれでいいかなこれにしときます。大丈夫よ、コメント適当に飛ばしても。ありがとうございます。くまねばばさん、明日30度超えの中ゴルフ行ってきます。熱中症とか気をつけてください。暑い、暑いね、暑い。ゴルフはちょっと私は夏はいけないです暑くて。でも楽しんできてください。ミシェルボーイさん、こんばんは。 SNS 何したい？ Twitter？ インスタ？ Twitter もインスタもやりたいです。テロップいい感じ、ありがとうございます。あ、またユイタに他のメンバーも見せたいなって。お話し会と名前違いますか？分かった、ありがとうございます。見たいです、めっちゃ楽しかったです。ポニーテールとかする？ほぼしない、しないです。プライベートじゃしないです。レッスンでもしないです。
すぐるさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。みんみんさん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。いろのりさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。なっちゃんさん、たいゆきちゃん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。ゆうさん、レインボスター、ありがとうございます。ちよちよさん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。つーちゃんさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。ポポさん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。あゆみさん、うちわのお名前何にしようか悩んでる。嬉しい、楽しみ、ありがとうございます。ともやさん、こんばんは。スランプくんさん、こんばんは。ただの魚さん、こんばんは。やすべえさん、こんばんは。カムカバーさん、久しぶりにお会いできましたね。みーたん、こんばんは。ありがとうございます。嬉しい、見つけてくれてありがとうございます。ぽんちゃんさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。だいさん、らくがん、ありがとうございます。ミシェルボーイさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。ちょっと前髪直します。直接会えるお話し会で隣のおでんを見てはいけないよ、知ってる人が並んでたり大丈夫です。全然他のおでんに行ってても大丈夫ですよ。18時からお話し会の再販始まったから、話し会受付中とか。そうなんですね。私、お話し会の受付がいつやってるとか全然知らないんですよね。何でわかるんですか。なんか買うところで出てくるんですかね。そういうのもありですね。なんて言うよ、途中で変えるか。文字数がなんか限られてました。途中で入れます。大阪でゆいたんの浴衣姿に会えるの楽しみにしてるね。ありがとうございます。皆さん見に来てください。
レッスンって結んでる子と結んでない子どっちが多いとかある？半々くらいかな。第8再販が始まったらしいです。ちょっと後でテロップ買います。練習場で打ちっぱなしなら大丈夫。確かに。うちわはユイタンとお嬢のリバーシブルを検討中。で、裏も作ってくれるの嬉しいです。ありがとうございます。大政さん、かわいい。ありがとうございます。藤田さん、かわいい。ありがとうございます。はじめまして。 ST48 3期研究生です。ブラックさん、50カベカベ完了。カウント？ありがとうございます。公式さんのツイッターで。そうなんですね。なるほど、書いてあるんですね。書いてある。運営さんがお知らせしてくれてるってことですね。ってことだよね。ありがとうございます。皆さん教えてくれて。あ、銀歯泥棒さん、こんばんは。Cさん、こんばんは。なっちゃんさん、今日は配信何時まで決めてないです。みつさん、6眼ありがとうございます。きこりさん、猫のやつありがとうございます。ひどのりさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。ミシェルボイさん、かわいいのギフトありがとうございます。しょうさん、こんばんは。ひろくんさん、こんばんは。シェイニングフィンガーさん、こんばんは。あ、なっちゃんさん、これから運転なのでラジオ感覚で聞けますね。配信ありがとう。気をつけてください。ありがとうございます。来てくれていつもありがとうございます。次は少し多めに撮ります。嬉しい、ありがとうございます。ゆっくり話しましょう。今サッチーがイカちゃんの真似してたで。気になる。みんな、こないだの水張りの話しましたか？サッチーに。話し会が最後のチャンスです。みつさん、産業資料これで決まった。嬉しい、ありがとうございます。STU 初心者で情報が取りきれない。私もです、全然。
マサさん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。サチ芸達者だからうまそう。サチモノマネうまいですかね。どうでした、うまかったですか。銀歯泥棒さん、今電車内で視聴中、隣の人がチラ見できるようにしてます。あ、布教してくれてるんですね、ありがとうございますありがとうございます。隣の方見えてますかいいですねありがとうございます。全然隣の人に話しかけちゃってもいいですよ。母さん、広島弁わかるようになった？あんまりちょっとわかんないかもしれないちょっとなんか本当になんかそのレッスンの時に先生とかがさ、なんちゃら K って言うじゃない、言うんですよK にまだ違和感を覚えてるので、ちょっと広島弁はまだ慣れてないかもしれないです。まあ、あんまりなんかこれ広島弁だってなんか意味が分かんないとかないかもしれないけど、なんかでも同じ言葉でもなんかニュアンスが違かったりとかしますよね。だからなんか話伝わってるかなとか思うかもしれないです。なんか会話が噛み合わないみたいな、それはなんか自分のせいなのかなんか何ですかね、その方言とかでなんかニュアンスの違いなのかとか分かんないです。ミシェルボーイさん、いい方間のアバター当たって持ちた、え、嬉しい、ありがとうございます。アバター私のにしてくれて、で結構みんなのんたんさん、つよつよさん、ゆうさんは違った、じゅんいちさん、ミシェルボーイさんとかとか、ありがとうございます。ウッチーさん、初コメント、イーターの生写真出たよ、ありがとうございます。買ってくれてありがとうございます。可愛いですね、カニさん、まだ見てますか、ありがとうございます。なんならイヤホン片耳貸してあげなきゃ、隣にイヤホン共有しちゃってください。みんな面白すぎるぜひ銀歯泥棒さん、
阪は6周年以来初めて直接見る気がするから緊張する、緊張する。でも楽しみましょう。楽しみにしてます。どっちさんこんばんは、リータさんこんばんは。お隣さんのために素敵なスマイルくださいみたいな、わかんない。スマイル、イヤホン貸しは衛生的に確かに隣の人が見てるタイミングでウインクしたら釣れる。釣れますかこれで釣れますかね。厳島神社行きました。K、 そうなんです、 K になれないんですよ。なんか違う K とか言う、ってなります。3期生いろんな方言の人いるから映らない？映らないですね。タバンってわかんない。タバンって何ですか？まだ聞けてないかもしれないです。タバンは好きじゃけとか言わないの？言わないですね。好きじゃけはちょっとまだ聞いてないです。偉いとか意味違ったりする。なんかゆいなちゃんが言ったかも。3期生同士でも話が噛み合わない時あるの？3期生同士ではあんまり思わないです。ゆうさんすいません、アバターが手に入らない。全然全然大丈夫です。ありがとうございます。ゆいたんの生写真アップめっちゃ綺麗です。嬉しい。ありがとうございます。生写真4枚揃ったよ。すごい、ありがとうございます。あずきみかんさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。みーたんの生写真大切にするね。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。サインを決めるとき他に候補はありますか？候補はありました。かわいい、嬉しい。ねむねむさんこんばんは、とっささんこんばんは、ルドルフさんはじめましてこんばんは、メープルさんはじめましてこんばんは、くれてありがとうございます。よかったら、よかったら見ていってください。瀬戸内ツアーのお話できるお見送り会楽しみ楽しみ
しみです。私もね、まあ、楽しみにしてます。俺が釣られた嬉しい。スマイルに釣られました。嬉しい、ありがとうございます。マッツさん、東京弁？ハルヒさん、2.5 期研究生の人たちとは、研究生の方とはあんまり会話してないの？ピンク上手、ありがとうございます。ゆうさん、決まりました。つーちゃん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。福山さん記念で可愛かったし話しやすかったんで大阪リアル撮ったよ。奥行さん、ありがとうございます。楽しみにしてます。釣られて電車降りそびれました。銀歯泥棒さんも電車降りそびれないでくださいね。タウタワン、え、茶碗がタワン、どういうこと？タワン届かない？え、そうなの？届かないってタワンっていうの？明日、明後日の都内は真夏日みたいです。え、そうなんですね。広島は今日真夏日ですか？そうなんですね。皆さん、お出かけの際は気をつけて、気をつけて。マサさん、めっちゃかわちい、押してもいい？ぜひ、待ってます。嬉しい、ありがとうございます。そういうことか、かわちさん、わかりました。私は方言クイズに引っ掛けられてます。わかりました。しんどいとか疲れたとき偉いっていう、え、そうなの？偉いねって言う？レッスン偉いねとか、え、使っちゃおうかな。
豆太郎さん、ヒーターン、ありがとうございます。メープルさん、こんばんは。はじめまして、ありがとうございます。事務所にプレゼント送ったら届きますかね。届くんですか。すごい。どうなんですか。誰か分かる方いますか。事務所にプレゼント送ったら届くんですか。なんか初見さんがたくさんいる。初見さん来てくれてありがとうございます。嬉しいです。 STU48 3期研究生の上島ゆいかです。東京都出身の19歳です。よかったら配信見ていってください。五郎さん、こんばんは。茶太郎さん、こんばんは。あ、銀河泥棒さん、もうすぐおりますわ。よかった。ゾウさん、あ、ごまさばさんも、こんにちは。電車降りるんで聞いてる状態にします。ではでは、ありがとうございます。話してみたくなったのでオンライン話し会申し込みしました。ありがとうございます。エビちゃんさん、嬉しい、ありがとうございます。待ってます。リアルお話し会行きたいな。でも直接会うと緊張して話せないはず。 C さん、日本よく来ますか。私からじゃあ話そうか。頑張るよ。たかちゃんさん、はじめまして、こんばんは。暑い時はアイスボックス。そうですね暑い時はアイスボックス。じゃあ皆さん、明後日はアイスボックスで乗り切りましょう。一番星さん、こんにちは。一度見てみたいなと思ってて、やっと見ることができました。応援してますね。嬉しい。コメントもしてくれてありがとうございます。すごい見てみたいなと思ってては嬉しいです。ありがとうございます。あ、SKM さん、こんばんは。ケントクさん、こんばんは。えらい遠くまで来たねとか、あ、えらい遠くまで来たねみたいなのわかるわ。日本に行くときは事前には言わないので会場で見つけてください。 OK研究生期間はプレゼントダメなはずです。そうなんですか。じゃあ届いちゃったらどうなるんですかね。保管しとくんですかね。研究生期間が終わったら渡してくれるんですかね。それとも研究生は受け取れませんって送り返すんですかね。ファンレタ
ターしかなの？ファンレターは届くんですか？いつもと時間違うから初見さん多めかな。初見さんありがとうございます。研究戦期間はプレゼントくれない。そうなんですね。じゃあ早く研究生から脱出します。馬太郎さん初見です。初見さんありがとうございます。初見でコメントしてくれてありがとうございます。お話ししたいけど緊張しちゃいそうで悩んでる。全然私なんかに緊張しないでください。でも私も話しかけれるように、話しかけれるように、私から話せるようにしますよ。ミキミキさんこんばんは。オンライン話し会再販申し込んで当たったら初めて行くのでよろしくね。楽しみにしてます。もう楽しみにしてます。しょういちさん待ってますね。普段腕時計しますか？普段腕時計したりしなかったり、時間が分かんなきゃいけない時はします。でもテストに時計は持ち込まない派でした。なんかまた初見さんがたくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生をしています。4月から、はい、東京都出身の19歳です。よかったら配信見ていってください。KM さんちょっとまた後で来てくるかな。ありがとうございます。馬太郎さん背景のお花すごいですね。ありがとうございます。大事に育ててます。返却じゃない？そうなんですね。じゃあ送り返されてしまうんですね。じゃあ早く頑張って昇格できるように頑張ります。着払いで返されるかと、怖いですね。お手紙も禁止なんですね。なるほど。なるほど。三千院なぎさん、こんばんは。こんばんは。与田祐希さんのアバター可愛い。ありがとうございます。初見さん嬉しいです。パフィンさんも背景すごくないですかこれ。ありがとうございます。あ、マンタさんこんばんは。生誕祭も研究生は花束だけ OK だったと思う。そうなんですね。なるほど。なんでダメなんですかね。なんでダメなんですかねってルールだからですね。プレゼント送れるようになったら送ります。嬉しい。ありがとうございます。ヒゲシさんかわいいですね。ありがとうございます。嬉しいです。釣りけんさん話し方おっとりしててかわいい。ありがとうございます。
嬉しい。合言葉は研究生からの脱出、いいですね。そうしましょう。合言葉はポムさん、こんばんは。なんかこの乃木坂さんのアバターめっちゃ可愛いですね。制服着てて可愛い。美女には緊張します。いやいやいや、お話し会のイータンは話しやすかったよ。お、嬉しい。ありがとうございます。ブラックさんも緊張するのは1回目だけだから、お話し会も仕込んでくださいねって、ありがとうございます。なんかまた初見さん、ありがとうございます。 STU48 で3期研究生を4月からしてます。よかったら配信見ていってください。東京都出身の19歳です。みーたんめっちゃ話しやすかったよ。みんなありがとうございます。嬉しいです。天使様の前で緊張しないのは難しい。Cさん、天使様ありがとうございます。研究生脱出したらいっぱいプレゼントくれますね。ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。アマンタさん、運転中なので今日はおとなしく聞いてきます。気をつけて、運転気をつけて。お帰りですかね。気をつけてください。意外にテンション高いイータンが見られますよ。ちょっとテンション高めらしいです。大阪はパセリさんレーンと被ってるのでバタバタしそう。バタバタしそう。でも来てくれてありがとうございます。でも全国握手会みたいなのとか、私もどっから行こうって思ってた身でした。背景育ててたんだ。そう、育ててます。毎日水をあげてます。お手紙送りたい。嬉しい。大盛況じゃない。今日は配信時間帯が違うだけでこんなに初見が増えるものなのか。初見さん、ありがとうございます。全然気軽に見ていってくださいね。ありがとうございます。というか来てくれてありがとうございます。長久保さん、かわいい。本当嬉しい。ありがとうございます。ドラさんが研究生の時に誕生日をファンレターが届いたということがあったんだけど、今はもう届かないのかな。届かないのかな。届かないんですかね。あ、つかちゃんさん、おはよう。さんさん、おはよう。おはよう。
ちくわドーナツさん、ワイは毎回緊張します慣れてください。よっちゃんさん、こんにちは。ゆういちさん、大阪前に行くよ。ありがとうございます。待ってます。イータンのことはまだあまり知らないので、大阪で少しお話できると思うのでゆっくりお話しましょう。嬉しい、ありがとうございます。カイさん、かわいいですね。ありがとうございます。嬉しいです。かっくんさん、こんばんは。こんばんは。キングさん、生のゆいたんの笑顔と声は世界一。ありがとうございます。釣るのうまいですよね。そう思いますか。白いポンデリング食べた。いいな。美味しかったですか。あ、エスケープさん復帰、おかえり、ありがとうございます。大阪はね、大阪はユニバとかもう行ったことありますよ。STU では初上陸ですね。ひにくんさん、ゆいかちゃんはおっとりした性格なの？わかんないです。どうですか？浴衣ならこちらはジンベエかな。ぜひみんなでなんかお祭り気分で楽しみましょう。馬太郎さん、声が可愛い。本当嬉しいです、ありがとうございます。配信が長いとスクショの枚数が半端ない。嬉しい。じゃあいいスクショが撮れたらぜひ布教してください。ユニバと夢の国どっち派ですか？なんかユニバはあんまり行ったことがなくて、夢の国はでもなんかタートルトークが好きです私伝わりますかね。割とおっとりしてるね、ゆいかちゃん。みっちゃんのテンションの高さ好きよ。嬉しい、ありがとうございます。3期でゆいたん一番おっとりしてるかも。そうですかね。そうらしいです。なんかみんなおっとりです。おっとりって、あ、すごい、私コメント上まで読んでこれた。歌は得意ですか、馬太郎さん。歌はあんまり得意じゃないかもです。得意じゃないかもしれないです。
タンさん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。マルルさん、こちら、こんばんは。ちくわドーナツさん、イータの空気感好きです。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。夢の国はシーとオランダどっち派ですか？マーメイドラグーンとかも好きなのでC派ですかね。でもどっちも好きですよ。みんなはどっち派ですか？みんなはユニバと夢の国どっち派かと、じゃあ夢の国派の人はランドとシーどっち派か教えてください。ごまさばさん、イータのメールに日々癒されてます。ありがとうございます、嬉しい。サッチーとは仲いいです。チーム四国にもってこいなのでは？あれ？何がだ？マキモさん、もっちり美味しいドーナツ。ドーナツ食べたい。24日に何色の浴衣を着たい？みんなじゃあ私のが何色の浴衣を着るか当ててください。乗り物乗ろうよ乗り物乗ろうよ。カラオケ配信はずっと考えます。やる気がないわけではないです。ダンスは得意じゃないです。PC、パソコンは Mac 派、Windows 派？パソコンはちょっと最近は使ってないですね。デコサンシャインさん、ハッピーさん、こんばんは。ハッピーさん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。かなうちゃんと仲良しです。かなうちゃんもサッチーも仲良しです。MC は得意ですかってことですか？ MC はしたいですねちょっとね、できたらいいです。みーたん、かわいいすぎです。つよつよさん、ありがとうございます、嬉しい。3期生では誰と仲がいいの？奥田結菜ちゃんと新井莉愛ちゃんと梶原美羽ちゃんってよく言ってますけど、サッチーとかかなうちゃんとかゆうなちゃんとも話します。ノアちゃんも話します。夢の国で好きなキャラクターは？夢の国で好きなキャラクターは、
ょっとパッと出てこないです。なんだろう。プーさんのいいよとか好きかな。Cが好き、断然Cです。あのダッフィーとかも可愛い。あ、SKM さん USJ だ。関東なのに関西なので USJ 派です。そうなんですね。なんかでもね、USJ も楽しそうですよね。で、楽しいですよね。なんかチュロスとかも可愛いし。私はハリーポッターとか知らあんまり知らないんですよ。多分それがちょっと楽しみきれてないですね。今度はちゃんと予習して USJ に行きたいと思います。ひろのりさんハートキュンキュン、ありがとうございます。読んだかな？読んでないよね。読んでないと思うんだよね。ポッポさん、跳ねるたい焼きちゃん、ありがとうございます。ミンミンさん、楽眼、ありがとうございます。 SKM さん、たい焼きちゃん、ありがとうございます。ザッキーさん、たい焼きちゃん、ありがとうございます。シャラさん、レインボースター、ありがとうございます。夢の国、ランド派です。ランド派。みんななんでCとかランドが好きとかありますか。ブラックは西武園遊園地派。なるほど。なんか今私花屋敷行きたくなってきた。今度行こう。レオマワールド知らんだろうけど、知らないかも。なんだっけ、あのロスのディズニー私行ったことあるんだけど、めっちゃ楽しかった。なんかそうやって海外にも、あ、言っちゃいけなかったかな。夢の国って言い方にしますか。ロスの夢の国が楽しかったです。海外の夢の国、他のも行ってみたいなって今思いました。シーハです。景色が好き。確かに海も見えるし、いいよね。あ、TK さん、こんばんは。なんかまた本当に初見さんがたくさん来てくれてる。ありがとうございます。STU48 3期研究生の阿部島優香です。東京都出身の19歳です。もしよかったら配信見ていってください。気軽にコメントも大丈夫です。してくれたら嬉しいです。関東に住んでるので夢の国かな。やっぱり関東もね、夢の国が行きやすいですよね。ゆさなこさん、ゆいかちゃん、ゆいかちゃんハートハート、ありがとう。
ゆうゆうで配信、確かにいつかしたいですね。いつかします。いつかいつかって言い方しちゃうけど、仲良しなので3人したいですね。ユニバハ、ミニオンズいるから、確かにミニオンかわいいよね。笑顔がかわいい、ハッピーさん、え、嬉しい、ありがとうございます。ヒチコウさん、こんばんは。ミニバは出来たてほやほやの頃に行ったきりだからな。じゃ全然変わってますよね。コメントが飛んじゃった。ゆるい喋り方は勝手に四国メンバーの特許です。え、私四国メンバーなの？なんだ、私は四国メンバーの特許ですか？な、適当だ。チキンさん、ありがとう。たくさんチキンさん、名前はちょっとさすがに読み上げたら迷惑になりそうなのでやめときます。ヨッシーさん、こんばんは。ピンクの浴衣が似合いそう、嬉しい嬉しい。あ、え、ピューロ好き、ピューロ大好きです。私最近あのサンリオさんの名前を出しちゃダメですかねの新しいキャラクターがすごい好きなんですよ。推しメンができました。え、 AB さん、アウトオブ48見れてない、興味を後で見ます。YouTube とかで見れますか？初見さん、こんばんは。楽しめるのはランド、なるほど。最近歌に自信持ってないですよ。あ、いちごさんも仲良しです。いちごさんも可愛いは得意ですか？可愛いんですけど、特技にしていいんですか？ひでぽんさん、こんばんは。こんばんは。そう、本当私は11時以降に配信しがちなのよね。わたあめさん、初見マークついてない、初見です、初見です、来てくれてありがとう。あ、え、そう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 、花丸お化け、なんでみんな知ってるの？大好き。花丸お化けに愛を伝えたいくらい好き。めっちゃ可愛いんです。ジャーキーさん、こんばんは。ヒータンは年パス持ってるくらいの USJ が知勢らしい。岡山だから近いのか。いいな、ユニバもまた行きたいです。
ユニバも好きだったアトラクションがどんどん終わっていくんだけど、悲しい。何？古くて？じゃなくてかな。ディズニーもな、ディズニーってまた言っちゃった。夢の国もダメなのかな。そう、名称はダメなのかな。ね、なんかなくなっちゃうアトラクションって悲しいですよね。柳さん、こんばんは。こんばんは、はじめまして。嬉しい。東京出身ならディズニーたくさん行ってるの？ そんなことも意外と行ってないかもしれないです。あ、ねえ、旧としまえん、ハリーポッターになってオープンらしいですよね。気になります。あ、道秀さん、やっほー。ダッフィーフレンズ好きだから、ウシーが好き。私もダッフィーフレンズ好き。黄色いワンちゃん、かわいい。え、今日オープンなんですか？としまえんの跡地は。LA の夢の国は楽しかったです。楽しいです。ハワイの夢の国は行ったことないです。なんかなんだっけ、亀ちゃんのキャラクターいますよね。行ってみたい、ハワイの。定期的に自己紹介するのよき、ありがとうございます。絶叫系は乗れるけど、乗れるけどあんまり楽しんでないかもしれないです。 C さん、ゆさなこさん、やばいね。え、みんな友達なんですか？なんかC さんの友達ですか？ユーロ好きです。ゆうやさん、うっしーさん、こんばんは。いつけーてぃーさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。高松さん、鳥。ハリウッドのユニバーサルスタジオ行ったことあるの？え、どういうことですか？ユニットどこ入りたい？チャートリ。名前は出しても大丈夫よ。おう、ありがとうございます。 TVer で見れるんですね。あとで見ます。でそう、花丸お化け、花丸お化け、みんなもおすすめです。花丸お化け、ワイはハンギョドン、ハンギョドンも可愛いよね。唇が可愛いです。どう見ても可愛いが特技でしょ。じゃあ特技にしていいですか？歌とダンスより得意って言っていいですか？シナモン派だったけど推し編しようかな。え、ね、私も本当にそう思うくらい花丸おばけちゃんがに今浮気中です。でもちょっとシナモンはちょっと変えられないので二推しにしようかな。ピアノちゃん好き。ピアノちゃんかわいい。羊ちゃん、なんか
喋れない感じが可愛いです。あんまり喋んない、なんていうの、プリオさん、コナンさん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。ねえ、マイメロちゃんも可愛いよね。今日一のハイテンション、花丸お化けで。そう、花丸お化け可愛いでしょ。ヒンさんは一時期大阪に住んでてユニバよく行ってたらしい。そうなんですね。なんか東京にもよく行ってたって言ってた。ヒンさんはいろんなところに行ってるんですね。なんか大阪は楽しそう。大阪住んだら賑やかそう。あゆちゃんさん、こんばんは。初見です、はじめまして、こんばんは。花丸うどんじゃなくて花丸お化け、そう、花丸お化け。ネズミの国はみんながみんなたくさん行かないよね。え、本当にしょっちゅう行ってる人いますよね。私はあんまり年一行かない時もあるくらい行かないです。黄色いワンちゃん、クッキーアンちゃんだ。クッキーアンちゃん、わかりますか。ルパン八世さん、初めてちょっとお邪魔します。え、初見マークがついてない。来てくれてありがとうございます。大木正義さん、こんばんは。ちょっと水飲んでいいですか。水飲みます。帰ってきました。なんかまた初見さんたくさんありがとうございます。嬉しい。 ST48 で4月から3期研究生をしています。東京都出身の19歳です。ぜひよかったら配信見ていってください。コメントも全然、初見さんでも全然大丈夫です。気軽にお願いします。なんか今はなんか夢の国と USJ とピューロの話をしてました。で、あと、もしよかったらハートもピンクに変えてください。ハートが白い方は。あー、またコメントが飛んじゃった。皆さん気軽にコメントしてくださいね。ブラックさん、ありがとうございます。リサーナコさんは大人気よ。大人気よ、そうなんですね。3期生で誰と仲がいいですか。ゆいなちゃんとりあちゃんとみゆちゃんは特に仲がいいです。あ、
ナオスさんこんばんは。仕事終わった。ありがとうございます。来てくれて。配信まだやっててよかったです。あずきみかんさん、家にクッキーやんちゃんいる。いいな。私もキーホルダー持ってる。私もクッキーやんちゃん欲しいな。ちょっと夢の国にもまた行こう。イクロおじさんのチーズケーキ食べたことあります。たかしさん、はまちゃんまんさん、松平さんの松さん、あっすーさんこんばんは。なんかみんなありがとうございます。初見さん嬉しいです。コメントまでしてくれてありがとうございます。あ、タキシードサムもサムさんも可愛いですよね。やすさんこんばんは。塚堂さん、かわいいかわいい子発見。私ですか。ありがとうございます。こぎみもかわいいよね。ラパンさんこんばんは。たくさん初見さんありがとうございます。 STU483期研究生をしています。もしよかったら配信見ていってください。気軽にコメントもしてください。でもしよかったらハートを白いハートをピンクに変えてください。サチさん、つかどんさんこんばんは。高松さん、いいかちゃんは今楽しんでることは何？今はショールーム楽しんでます。でピアノちゃんもシナモンくんも可愛いよね。シナモンくんは絶対にバイバイできません。ヒデさんこんばんは。サンリオ総選挙、サンリオ総選挙私も1位でした。はぐれマンスタイル、私もさ、なんだっけ、サンリオショップで買い物すると、なんかその総選挙の期間なんかビーズみたいなのがもらえて投票できるんですよ。それに歌舞伎にゃん太郎くんとはぐれマンスタイルに入れましたよ、1枚ずつ。めっちゃ可愛いですよ。ありがとうございます。ハートはピンクになってるけどクリックしたら白くなるよね。ちょっと白くしないでください。白いハートは見ちゃダメです。でサンリオ公演したい。サンリオピューロでライブしたいです。私の夢です。はぐれマンスタイル知ってますよ。カニ男さんこんばんは。こんばんは。まったり配信はいいね。ありがとうございます。アーシャより実物めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。ちょっとアーシャは漏れないですね。ひろゆきさんこんばんは。カニ男さんこんばんはって読んだ？読んだよね。あ、こんばんは、みんなこんばんは。うま太郎さん、気づいたらハートがピンクになってました。嬉しい、ありがとうございます。サムに入れてます。そうなんですね。あ、
ーナッツさんこんばんは。岡山公演楽しみ、ヨッシーさん楽しみ、ありがとうございます。私も楽しみです、楽しみにしてます。ユピューロでライブしたいですね。実物やばい可愛いですよ。ありがとうございます。らしいですよ、みんな見に来てください。話し会が今日18時からなんか第8再販してて、7月の11日かなにオンラインでお話し会の受付をもしてるので、はい、もしよかったらオンラインお話し会もぜひいらしてください。ごまさばさん、お話し会、またお話し会行くね、嬉しい、ありがとうございます。癒せるように頑張ります。嬉しい、ありがとうございます。楽しみ。そう、なんか申し込めるみたいです。誰かちょっと詳細お願いします。ナオスさん、7月は話し会だったよ。いつも会えて嬉しいです、ありがとうございます。ね、大阪完売してるらしいんですよ。私、本当なんですか、なんでわかるんですか。私は知らなくて、この間お話し会での時にゆいなちゃんと帰り一緒に車乗ってて、た時になんか完売してるよって教えてもらいました。なんでですか。なんか嬉しいです、みんなが来てくれるってことですよね。ありがとうございます、めっちゃ本当に感謝です、ありがとうございます。すごいことですよね、ありがとうございます。皆さんのおかげです。なんかちょっと私は何で完売って分かるのか分かんなかったんですけど、完売ありがとうございます、伝えたかったです。大阪本当にみんな楽しみにしてます、ありがとうございます。落選が出てると完売出てると思われます、そういうことなんですか。なるほど、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。完売おめでとう、みんな、皆さんありがとうございます。すごい、めっちゃ嬉しいです、楽しみにしてます、本当に楽しみ、ありがとうございます。7月17日はまだ申し込めるので、もしよかったらはい、ぜひ初めましてでも全然大丈夫なので、普段なんならこうショールームとかコメントしてなくても全然大丈夫なので、よかったら気になったら15秒でもお話ししましょう。ありがとうございます、おめでとう、大さん嬉しい、完売すごいね、加藤さんありがとうございます。チカドーナツさん、完売おめありがとうございます、すごい嬉しい、ありがとうございます。マ
サさんこんばんは。あずきみかんさん完売おめでとう、ありがとうございます。つよつよさんも完売おめでとう、ありがとうございます。サタンさんもおめでとう、ありがとうございます。ザッキーさんも完売おめでとう、楽しみです、ありがとうございます。大福にも近づきますね。ありがとうございます。ちょっと名前書かせていただきます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。すみません、髪の毛直します。マッツさん、タワーありがとうございます。このタワーかわいい、落雁もたくさん、ありがとう。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうわありがとうわ、ありがとうございます。
え、マッツさんありがとうございます。パチパチパチ、皆さんもありがとうございます。パチパチありがとうございます。え、ありがとうございます。マッツさん、いよいよますます皆さんますます応援してあげて、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当フルーツ大福に、フルーツ大福が狙えますね。ありがとうございます。ルキルキさんこんばんは。え、マッツさん完売記念にありがとうございます。ありがとばありがとくまー、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いタワーをありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。タワー万歳、タワー万歳、ありがとう、ありがとうございます。え、本当に嬉しい、ありがとうございます。本当美味しそうなタワー、ありがとうございます。大政さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ギフトありがとうございます。今日最長じゃない？今まで2時間配信したことあったっけ？もう2時間も経ってるんですね。ちょっと気づきませんでした。確かに最長かもしれないです。なんか本当に今日初見さんもたくさんありがとうございます。タワーも初見さんなのありがとうございます。いっちーちゃんさんかわいいのギフトありがとうございます。ザッキーさん、たいやきちゃんありがとうございます。おはようございますさん、たいやきちゃんありがとうございます。なおすさん、はねるたいやきちゃんありがとうございます。みなさん、和菓子のギフトもたくさんありがとうございます。しーさん、え、これなんだっけ、なんていうやつだっけ。これね、かわいいやつ、ねー、ペンギンの水羊羹ペンギン、ありがとうございます。ペンギン、水羊羹ペンギン、ありがとうございます。ペンギン大好きありがとうございます。ブラックさん、ハートのやつありがとうございます。ノースさん、レインボースター、ありがとうございます。加藤さん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。バラもありがとうございます。くまねパパさん、パチパチのやつありがとうございます。本当皆さんありがとう、ありがとうございます。モン吉さん、跳ねるたいやきちゃんありがとうございます。ポポさん、跳ねるたいやきちゃんありがとうございます。きこりさん、らくがん、ありがとうございます。ノンタンさん、跳ねるたいやきちゃんありがとうございます。セラさん、レインボースターありがとうございます。エビちゃんさん、たいやきちゃんありがとうございます。つよつよさん、跳ねるたいやきちゃんありがとうございます。みんみんさんも、跳ねるたいやきちゃんありがとうございます。加藤さん、らくがん、ありがとうございます。ブラックさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。ノースさん、ハートキュンキュン、
ありがとうございます。ブラックさん、黄色のサイリウム、ありがとうございます。カオスさん、たいやきちゃん、ありがとうございます。あ、ブラックさん、だるまも、ありがとうございます。3000人超えましたね。え、3000人の方来てくださってありがとうございます。配信、私の配信覗きに来てくださってありがとうございます。あー、かわいい。大松さん、猫ちゃんの、甘いの猫ちゃんの、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。けんさん、ありがとう、ありがとうございます。たかちゃんさん、たいやきちゃん、ありがとうございます。あ、なおすさん、黄色のサイリウム、ありがとうございます。嬉しい、みんなありがとうございます。本当に。大政さん、落眼、この間落眼の話で盛り上がったんですよ。落眼、私落眼好きです。ありがとうございます。完売記念配信だね。本当なんかそうなってしまいました。ありがとうございます。本当に本当に皆さんのおかげだなって思います。ありがとうございます。すごい嬉しいです。のぶさん、しんいちさん、こんばんは。配信来てくれてありがとうございます。前髪直したくなっちゃう。3000人の方ありがとうございます。みんなありがとうございます。こんな、こんな時間から配信 してたんですけど、ありがとうございます。リバニサシさん、こんばんは、こんばんは。はじめまして、こんばんは。完売おめでとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。で、初見さんもたくさんありがとうございます。4月から ST48 さんです。3期研究生をしています。東京都出身、19歳の上島いいかと申します。はい、よかったら配信見ていってください。今日の18時から、あ、もう開始してるんですけど、7月17日のオンライン話し会のやつも受付してます。もしよかったら、気になったらお願いします。ありがとうございます。あ、おいでませさん、岡山お昼公演行きます。楽しんでね。ありがとうございます。楽しませれるように私も頑張ります。ありがとうございます。待ってます。赤い水星のペンさん、あ、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。シュイさん、はるばる東京から来られたとのことですが、こちらに来てびっくりしたことはありますか？見晴らしがいいです。なんだろう。なんか、車で、なんか走行してると山が見えてびっくりしました。なんかあるかな、びっくりしたこと。広島は住みやすくていいところです。身長は何センチですか？全然測ってないんですよ私。
だから何センチかちょっとあんまりわかんないんですけど、150後半、160ないくらいです。自然が豊かですね。自然が豊かです。え、そうなんです。空が広いんです。そう、私空が広いなって思いました。なんか夜は星が見えます。あとは川が多いですね。それも自然の良さですね。なんかあとはなんかすごい広島の方のなんか広島への愛を感じます。なんかすごい言っちゃうんですけど、なんかさ、東京ってあんまり特産物とかが、特産物っていうんですかね、ないじゃないですか。だからなんかあんまりと何でも東京ってつけないじゃないですか。でもなんか広島は何でも広島ってついてる気がします。だからそれがなんかすごい、広島の人は広島を愛してるなって思いました。そう、広島は川が多いんですよ。川が多いんですよね。そうですね、地元愛が強いっていうんですかね。あとなんかコンビニとか行ってもなんか広島の野菜が売ってたりとかしますよね。広島なんかあと野菜が美味しくて、野菜がいっぱいだけど意外となんか畑とかは見ないんですよね。そう、空が広いのはでもいいなって思います。で、初見さんたくさんありがとうございます。ちょっとまた自己紹介 します。 STU48 の3期研究生をしています、川島ゆいかです。東京都出身の19歳です。よかったら配信見ていってください。そう、あとはなんか前に言ったことあるんですけど、タクシーのメーターを、広島のタクシーの運転手さんは止めるのが早くて、なんか心が広いです。路面電車乗ったことある。そう、路面電車もびっくりしました。路面電車はあんまりないですよ。あとまあ他にも あるんですけど、他の東京と違うっていう意味では、バス後ろから乗るとか、ピッてしてから乗らないです。あ、ピッてしてから、なんていうの、ピッてして降りる時もピッてすることは東京はしないので。でも別にそれは関東でも、群馬とか長野とかバスは後ろから乗るなって思いますけど、でも東京とは違いますね。そう、広島の人は広島のことが好きだと思います。広島は川を埋めたの？え？そうなんですか？心拍さん？心拍さん、こんばんは。ジトクさん、こんばんは。おけいさん、こんばんは。そう、カープの卵もありましたね。
宮島行ったことあります。広島は水の音、水の都か、水の都と呼ばれてます。太田川の三角巣に作られた町なんです。なるほど。でもね、瀬戸内だから海って感じもするし、川もいっぱいですよね。川がいっぱいだから水の都なんですかね。お披露目イベントもの会場も川が目の前だった。なんかおにぎり食べた。本当は足元悪い中、本当ありがとうございます。遠くから会場の目の前川だったんですね。なんか雨の日はなんか川がすごい、水がねすごいですよね。広島はすごい空が広いですよ。だからなんか日が沈むのもなんかずっと見えるし、なんかずっと月が見えます。お月様が、星もたくさん見えます。空気が綺麗です。あとは車少ないとか自転車が多いんです。そう、タクシーの話しました。タクシー何回乗ってもなんかみんなまだついてないのにメーター止めるんです。路面電車切符の買い方が難しい。そうなんですか。切符、確かに切符ってどこで買うか分かんないかも。私も路面電車の中には京都で走っていたのがいますよ。古い感じのがそう。そういえば京都はバスが多いですよね。サタンさん、厳島神社行きました。もっくんさん、こんばんは。なんかまた初見さんたくさんありがとうございます。東京都出身、19歳です。リップ塗っちゃった。岡山行ったことないです。あ、でも電車で岡山駅に降りたことはあるんですけど、乗り換えで。だけど岡山に行ったことっていうか、岡山を観光したっていうんですかね、はないんですよ。だからなんだっけ、ツアー楽しみです。いや、初見さんたくさんありがとうございます。 SK コーヒーさん、こんばんは。初訪問です。ありがとうございます。 ST48 で3期研究生をしています。まだ4月からなので2ヶ月半くらいです。広島は住みやすいです。あ、ショールームで星いっぱい飛んでて嬉しいですね。空気きれいです。神戸も行ったことないから行きたいです。
ダニエルさん、ありがとうございます。コーンさん、はじめまして、こんばんは。配信来てくれてありがとうございます。先週東京行ったけど人と車が多くて怖かった。ほんと人が多いですよね。あとなんかそれで思い出したんですけど、なんか横断歩道とかもなんか東京って結構チカチカしてても、そっから全然歩いて渡り始めて、赤になってもまだ渡ってるのに、広島の人は絶対そういうことしないですよね。あの車が来なくてもちゃんと信号が変わるまで待ってて、素晴らしいなと思いました。こんばんは、こんばんは、ドージーマムテキさん、こんばんは。はじめまして、ありがとうございます。つよぽんさん、こんばんゆい、え、ありがとうございます。浦部さん、こんばんは、こんばんは。東京は月や星があんまり見えないですね。なんか見えると見えるって思うくらい見えないです。ビルで、ビルっていう建物で見えない時もあるし、なんですかね、空気が悪いから見えないんですかね。天気が悪いのかと思ってました。浦部さん、こんばんは。フォローしていただきありがとうございます。フォローよかったらここの白いハートをピンクにしてください。初見さん、これからお仕事でも各県に行くと思うよ。行きたいですね、行きたいです。たくさん広島瀬戸内お仕事したいです。山口のライブ会場があるところは何もない。そうなんですか、ライブ会場はでもあるんですか。フグ食べたい。満員電車とか大丈夫だった、東京でですか。満員電車全然普通に乗りますよ。初見さん、たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の壁島優香です。4月からです。東京都出身19歳です。地下鉄迷わないの、私はちょっとあんまり方向音痴です。結構瀬戸内でも秋吉台とか四国軽井沢とか行ったらもっと満天の星空が見られますよ。ぜひ一度見てほしい。行きたい。私プラネタリウムとかも好きだし、すごい星好きなんですよ。タカさん、こんばんは。初見さんファンになってください。ウィンクもできます。つよつよさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。おいでます元気さん、バラありがとうございます。ちくわドーナツさん、楽眼ありがとうございます。まえもんさん、たいやきちゃんありがとうございます。まるともちゃんさん、はねるたいやきちゃんありがとうございます。
おいでます元気さん、バラありがとうございます。熊猫パパさん、跳ねるたいやきちゃんありがとうございます。ラーメン好きですか？尾道ラーメン好きです。キーさんこんばんは。セトシさんこんばんは。もっと身長あるように見える。え、なんか一回だけなんだっけ、福山の話し会で背ちっちゃいねって言われました。なんかなんかもっと大きく見えるってことですかね。バスがね最後、東京のバスは乗るときにピピって前から乗ってピピってして、それで降りますよ。それでそのまま自分の場所で降りるんです。だから一回だけなんですよね。東京が特殊なんですかね。確かに第三楽眼ありがとうございます。おいでます元気さん、あらありがとうございます。トシビンさん、トシビンさんこんばんは、こんばんは。ジャムマーガリンさん、チャオチャオチャオ。ヤッコさん、ヨッコさん、ゆっこさんこんばんは、こんばんは。浦部さん、浦部さん、オーディションで見覚えない、見覚えない。あ、オーディションでショールーム配信のことですかね。私ほぼやってないです。身長大きく見える、え、嬉しい。ディアちゃんさんこんばんは。初見さんよかったらファンになってください。え、SKM さんファンクラブの推しメン、いいかちゃんに変えてみました。嬉しい、ありがとうございます。ファンクラブもなんか推しメン登録ができるようになったみたいので、はい、よかったらぜひ私を推しメンにしてくださいな。ぜひ。あの吹き出しのコメントとかも私が考えてるので。ヤマジンさんはじめまして、はじめまして、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ツナマヨさん、イエイ。博士とナノちゃんこんばんは、こんばんは。何座生まれですか？ヤギ、ヤギ。浦部さんつかみちっぽい、え、本当ですか。16ブランコさんこんばんは、こんばんは。 MV 撮影地ひーくんさん、 MV 撮影地はあのなんだっけ、あれ未来心なんか行ったことあります。こんばんは、岡山当たったよ。つまやさんありがとうございます。楽しみにしてます。山口のライブ会場は壁にサイン書けるよ。そうなんですか、私も書けるんですか。
行けたら書けるってことか。山口行きたいですね。じゃあ他の会場は逆に書けないんですかね。岡山とかだったら書けないんですかね。なんか芸能人って感じ。サイン書くとか。血液型は AB 型です。あれも AB でよ。お、一緒。珍しい、珍しいですよね AB。 福山のお話し会先輩と楽しかったです。リコさんもソラハさんも。ソラハさんは同い年で初めてお話しできてすごい話しやすくて嬉しかったです。リコさんもすごい、すごくなんかすごくいい方なんですよ。優しくてすごく楽しかったです。いっぱいお話ししてくださって、写真も撮ってくださって、まやもさん、たいゆきちゃん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。おいでます元気さん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。よし、あと10分くらいで配信おしまいにしようかな。くまねパパさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。ひろのりさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。ちかドーナツさん、跳ねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。来年成人式ってこと？え、そうなんですよ。今年度というか来年というか、はい、20歳になります。みんな私何歳くらいに見えますか？アッキーさん、こんばんは。ひこりさん、はねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。きょうたろうさん、たいゆきちゃん、ありがとうございます。ブラックさん、はねるたいゆきちゃん、ありがとうございます。ひろのりさん、ハートキュンキュン、ありがとうございます。ひこりさん、ゆいたんとツーショット撮りたいな。ツーショット会したい、したいです。ブライダルドレス、ゆいたんのオフショットをもらいたい。私オフショット撮ってないんですよ。撮ってないんですよ。ちょっと生写真しかないんですよ。マネージャーさんの携帯でも撮ってなくて、ない、私の、はい、ウェディングドレスのオフショットは存在しないんです。水の音さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。はじめまして。コメントが飛んでしまった。ちょっと適当に読めるのだけ読めます。すいません。あ、ハルキングさん、声も当選してます。楽しみにしてます。ありがとうございます。嬉しい。みんな岡山で皆さん会えるの楽しみにしてます。今おしめ帰ってきたゆいたんに、ナオスさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
みつさん、おお、推しメン登録1000日超えてるけど買えるな。え、本当に？え、ありがとうございます。本当に嬉しい。ヒョロさん、いて座近い、近いですね。推しメンにしてから今日で6日目です。最長ですね。嬉しいです。ありがとうございます。たくさんたくさん数字を増やしていきたいです。そう、ヤギ、メイ、あ、ハーフアップ、ハーフアップね、ハーフアップっていうかね、私ね、この辺をネジネジしてもらって止めてもらったんですよ。そう、嬉しいです。ありがとうございます。きよ兄さん、ゆうやさん、こんばんは。今日は長い時間ゆうたら見れて幸せ。つよつよさん、ありがとうございます。私も長い時間皆さんとお話しできて嬉しいです。16歳に見える、大変だ。16歳に見えますか。残念。じゃあ生受信が香港に発送されるのをまだ待っています。ちょっと次からオフショットを気をつけます。撮ります、次こそ。サイン会とツーショット会あれば絶対撮るから。ありがとうございます。嬉しい、皆さんとお写真撮れるの。そんなイベントも楽しみにしてます。メイクしないとき15歳みたい、大変。大変です。年齢不詳感半端ない、いいことですかね。18歳くらいならいいですかね。22歳くらいにも見える。おお、いいですね。なるほど、年齢不詳なんですか私って。岡山当たったから、うちは直接見せれる。楽しみにしてます。絶対見つけます。ありがとうございます。推しメン買える日にすっごいユータに買いました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。 AB 型の女優さん結構いるね。橋本環奈さん、広瀬すずさん、永野芽郁さん、木村美奈さん。そうなんですね。AB 型のご縁を感じますね。すごい豪華ですね。かっちゃんさん、こんばんは。そうですね、そらはさんもゆらさんもココアさんも同い年です。12月23日生まれ AB 型か、おせるな。なんで、嬉しい。ありがとうございます。ひろのりさん、ハートありがとうございます。キュンキュン、ありがとうございます。で、なんか初見さん、またたくさんありがとうございます。 STU48 で4月から3期研究生をしています。壁島ゆいかです。東京都出身の19歳です。ちょっともうそろそろで配信終わらせようかなと思ってるんですけど、残り時間よかったら見ていってください。気軽にコメントもお待ちしております。この白いハートをもしよかったらピンクに変えてくださったら、フォローしてくださったら嬉しいです。
巻き髪とかも最近してないんですけどします。ショールーム配信は4月やってたの、やってました。来週浴衣だね、楽しみです。浴衣で会えるの楽しみです。オフショットも撮ります。ね、ツーショット写メ会したいですね。あ、え、みんなおしめにしてくれてありがとうございます。ちくわドーナツさんもありがとうございます。今日のゆいたん好きすぎる。ガマサバさん嬉しいありがとうございます。B 型と AB 型は美人が多いです。これマジです。そうなんですか。私は AB 型ですよ。ねえねえさん、こんばんは。はじめまして。青肉さんも豆登録していました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。送ります。今日もこの後。大須のきんたんさん、こんばんは、こんばんは。はじめまして。来てくれてありがとうございます。嬉しいです。はじめましてさん。コージーさん、初見です。ありがとうございます。オーディションの時は顔出し配信してないです。もう2時間半だよ。すごい長時間配信どうもありがとう。そろそろ、そうですね、そろそろゆっくり終わらせようかなと思ってます。4月からやってたのか。2ヶ月そうした。でも全然まだ早い、早いです。出会えて嬉しいです。ともやさん、こんばんは。たけちゃんさん、はじめまして、こんばんは。アッキーさん、初見です。背景すごいですね。え、背景の花育てて、育ててるってさっき言っちゃいました。はい、花育ててます。え、たくさん、スキームさん、ハートありがとうございます。キュンキュンありがとうございます。たくやさん、たくやさんもハートキュンキュンありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ヒロさん、メールも楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。こんだけ配信見れたら週末も仕事頑張れる。ありがとうございます。やってしまいました。晩ご飯ゆっくり食べてくださいね。ありがとうございます。みんな見に来てくれてありがとうございます。あ、あずきみかんさん、お風呂から帰ってきました。よかったです。お風呂帰ってくるまでやっててよかったです。すばるさん、初見です。かわいい、このアイコン、水がめぞ。アイコンっていうかアバター、かわいいですね。配信楽しかったよ。ありがとうございます。あるあるさん、こんばんは。ありがとうございます。そう、今私充電が切れてしまいましたので、充電器でもつけたんで大丈夫です。ありがとうございます。ブラックさん、夕飯食べないで配信見てる、怒られるかもしれない、大変。じゃあこの辺でおしまいにして、皆さんもまだご飯食べてない方食べてください。もう8時半だ。
今日は金曜日ですね。みんな1週間お疲れ様でした。たくさん初見さんもありがとうございます。と私はちょっとまた自己紹介するんですけど、4月から STU48 の3期研究生をしています。今日のお知らせは7月17日のオンラインお話し会の受付が18時から再販しているので、もし今日気になったよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ1枚お話しに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、よかったらこれから応援してください。ルームのフォローもよろしくお願いします。配信するので、ありがとうございます。たくさんどうする、スクショタイムとかする。さんまたね、ありがとうございます。本当にかわいいかわいいだわ、ありがとうございます。今日皆さん出会えてよかったです。ありがとうございます。スクショタイムなので、もしよかったらスクショもしていってください。こんな感じに、こんな感じでいいですかね。ツアーのレッスン頑張ってね。キノコのかパパさん、ありがとうございます。みんな配信ありがとうって、ありがとうございます。私はこちらこそ本当に配信に来ていただいて、長い時間お付き合いいただいて本当にありがとうございます。すごい私も楽しませていただいて、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。たくさんなんかコメントとかで盛り上げてくださったり、ギフトもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。みんな嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。じゃあちょっと壇上読みしますすいません、今から壇上読みします。13位、ひろのりさん、パチ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 。12位、ブラックさん、パチ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 。11位、ナオスさん、パチ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 。10位、リンゴさん、パチ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 。9位、つよつよさん、パチ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 。8位、みつさん、パチ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 。7位、ちくわドーナツさん、パチ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 。6位、だいさん、パチ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 。5位、のんたんさん、パチ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 。4位、大政さん、パチ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 。3位、 C さん、パチ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 。
パチ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 。そして1位はマッツさん、パチ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 、ありがとうございます。本当に可愛いタワーありがとうございます。初見さんなのに皆さんありがとうございます。たくさん出会えてよかったです。また配信初見さん来てくださいね。ありがたわです、ありがたわ、マッツさんありがたわです。と皆さん、あの大阪とか岡山でお会いできるのすごく楽しみにしています。私も頑張ります。本当に今日はありがとうございました。バイバイ、またね、お疲れ様、またね、ありがとうございます。あ、TK さん大阪岡山行くね、ありがとうございます、待ってます、楽しみにしてます。みつさん大阪楽しみにしてます、ありがとうございます。お疲れ様でした皆さん、1週間お疲れ様でした。配信本当に2時間半くらい長い間あのお付き合いいただいて皆さんありがとうございました。バイバイ、バイバイ、もちさん岡山で会いましょう、ありがとうございます、楽しみにしてます。皆さん岡山来てくれて撮ってくれてありがとうございます。おやすみ、おやすみ。たかしんさんもありがとうございます。大阪でね、きのこのか、きのこのかパパさん大阪で楽しみにしてます、ありがとうございます。バイバイ、バイバイ、バイバイ。バイバイ、おやすみなさい、おやすみなさい。大阪待ってるサタンさん、楽しみにしてます、大阪。あ、サタンさん、そういえば私も和田美優さんが好きです。またね、バイバイ、ごきげんよう。みんな、みんな全然抜けていっていいですよ。おやすみなさい、ありがとうございます。メールを待っているよ、この後送りますね。バイバイ、ありがとうございます、またねー。